キレニアの港キレニアは、キプロス北部の地中海に面した町で、旧港と城塞で有名。北、キプロストルコ共和国が支配している、キレニア地区の主婦である。フェニキア時代より証拠があり、古代ローマ時代には、海上交易の要衝である。東ローマ帝国時代に建設した、キレニア城やベイラバイス修道院などがある。住民の人種構成はかつては、 ギリシャ系キプロス人が多かったが、現在ではトルコ系キプロス人がほとんどで、その他に少数の英国人とトルコ人となっている。旧高等端に立っているキレニア城は風光明媚な場所で、その歴史はビザンティンまで遡る。城はこの地の支配者であったビザンティン、十字軍、ベネツィア共和国、オスマン帝国や大英帝国などに引き継がれ、利用されてきた。城壁内には、 古代ローマの中東を用いた12世紀に建てられた聖堂や紀元前4世紀のンパ船の展示館がある。城の四隅にある巨大な円柱型の塔はベネツィア共和国時代に建てられたものもある。聖ミカエル教会には遺恨博物館があり、その近くには岩肌を掘って作られた4世紀頃の墓場がある。 急行付近では、港の奥には小さな境界があり、港の中央付近には敵襲来時に港を閉鎖するために使った鎖を取り付けるための塔がある。キレニア城の裏手にはアンドルー製航海がある。ありがとうございます。